はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャク代表の佐藤です。本日は私はユージャクムツザワオートキャンプ場の方に来ております。はい、というわけで今日もねキャンプ場開拓やっていくわけなんですけれども、今日やっていく内容というのはこちらでございます。はい、ソロサイトですね、こちらをね開拓続きをやっていきたいと思います。今日でほぼほぼ仕上がってくるのかな。まあ、細かいところを言えばまだまだやることはあるんでしょうけど、とりあえず形にはねできちゃいそうな気がするのでやっていきたいと思います。今日具体的にやっていく内容というのが、今この手前に見えている、まあ、通路があるわけなんですけども、この道路を、まあ、引っぺがすっていう作業をやっていくわけなんですが、まあ現状結構ね綺麗に平坦これのおかげで取れているので、まず最初にこのままなんならこのままここにペグ打ちできちゃうんじゃないのっていうのをちょっとね確認してみたいなと思いまして、今ユージャクのトライステークとアルミペグですね、これ持ってきておりますので、それちょっとねこのままこの通路に打ち込んでみたいと思います。試しにね、さすがにね硬そうな気はするけど、まずは普通のアルミペグね打ってみます。どうなんだろう、まあ、硬いよねやっぱりね。あれ意外とでも入っていくね、硬いけど硬いな、ちょっと食い込んだ跡が硬いな。あダメだ、あちょっとね刺さってるんだけど曲がっちゃうねすぐ。次トライステークも一応試してみます。まあ一応刺さるね。硬いのなんのって、いやまあ入ってるけどね十分、かなり入っちゃったね。はい、こんな感じで打ち込めましたね。たださすがに硬すぎるんで、このペグがないとここ刃が立たなくなっちゃうから、アルミペグ曲がっちゃったけど、まあみんながみんなね強いペグ持ち歩いてるわけじゃないんで、やっぱり引っぺがしていきましょう。はい、なんかちょっともったいない気もするけどしょうがないね。引っぺがしまして、砂利巻きをして最後低圧をかけて仕上げていくという工程でね、早速やっていきましょう。スタート。はい、というわけで今電源ドラム引いていきました。そしたらねちょうどソロサイトの始まりがここの直線上に位置していますので、ここまっすぐね、まあ、切っていくという感じで早速作業してみましょうか。まあユンボでねいきなりガシガシやってもいいんですけど、切り込み入れといた方が綺麗に分離できると思うんで、早速カッター入れからスタートしていきましょう。はい、こんな感じですね。だいぶあっちの方ちょっと曲がっちゃいましたね。はい、フリーハンドでやるとこんなもんですね。じゃあもう一本反対側もやっていきましょう。はい、2本目は単管パイプをガイドに使ったのでほぼほぼまっすぐに切れましたね。それじゃあ続けてユンボでね引っぺがし作業やっていきたいと思います。思ったほどうまくいかないもんですね。ちょっと切り込みが甘かったのかっていうか、ものすごくね硬いなんか岩盤のような地盤のようなものがね出てきてますね。ロマン材が入ってる
から結構これ苦戦しそうな気がします。めっちゃ時間かかっちゃうかも。今日はこれ剥がすだけで多分ね相当時間かかっちゃうね。やばいな。意外と2トンユンボのパワーで足りないかもしれないけど、ひとまずね作業を続けていきたいと思います。はい、そんなわけで一応ですねやってみました。とはいってもできたのが今ちょうどユンボが止まっているその足元ぐらいまで引っぺがしが終わったところなんですけど、どうかな、これでだいたい多分今私が立っているところで1サイトっていう感じになってくると思うんですけど、なんか普通にデザート450ぐらいだったら貼ることができそうなサイズ感ですよね。まあ車なしでね。でまあ擁壁の方も合わせてちょっと今作っちゃったんですけど、わちょっと傾いちゃったな。よっよっと表、はい、まあちょっとここの1段分だけはね、ちょっとオーバーな感じに作っちゃってるんで、あと他の擁壁に関しては全部ね土の圧力だけで止まっている状況です。それでやりながらちょっと考えてたんですけど、ここね今全部引っぺがしをやろうかなっていう風に思って作業を進めていたんですけど、まあ結構ねやっぱり硬い地盤がね、ハイド板をうまく使ってあげるとまあ丸1日あればねここを全部きれいに設置しちゃするっていうことはできるんかなとは思ったんですが、ここ意外と駐車場からまず一番近いっていうのと、まあ、階段からアクセスするとすぐ管理棟、そして、トイレ棟があるっていうところで、ある意味ではここのね一番手前側に関しては最も使い勝手がいいサイトになるんじゃないかなと思いまして、まあ、そう考えた時に多少本末転倒なお話にはなってくるかもしれないんですけど、あれね、エアストリーム、はい、最近購入いたしましたエアストリームサイト用に購入した、まあ、キャンピングトレーラーなわけなんですけれども、あれをこっち側に持ってきてはどうかと。結局ここの通路に関しては地盤がしっかりしているので、まあ、何より地面が硬質なので安定しますよね。あとは、まあ、エアストリームを設置した時にこの辺り、まあ、こういう硬い地盤があればそのままね湿気対策なんていうのも兼ねてできるってことも考えたら、なんかそれがね現実的にいいような気がしてきました。で後ろ側のそうするとまあ向かって私から見てこっち側ですね、今車が止まっているところの下あたりにエアストリームをこの向きでまあ停車させて、この辺にまあデッキを組んであげると、そうするとマジここめちゃくちゃ立地がいいしアクセスも最高なので、でまあちょっと高台になってるからまあ見晴らしもね悪くないよという感じ。はい、あとは奥まったところに置いておくよりは、まあ、この辺にあるといろいろな意味でキャンプ場のプロモーションにも活用できていいかななんてねちょっと考えたので、今そこ削ったところに関してはそのままソロサイトナンバーワンということで運用していこうかなって思ってるんですけど、この辺に関しては、まあ、エアストリームサイト用としてこれからは開拓していこうかなと思います。
まあ、実際エアストリームサイトはですね、この辺、はい、ちょうど今ステージというか小高い丘の第1第2メインサイトがあるわけなんですが、まあ、ここの山は今斜面があるんですけれども、この辺りを少し削ってあげて、で、まあ、この辺にちょっとねエアストリームを停車させた後、まあ、ここを少し、まあ、土を盛ったりしてですね、広くウッドデッキを取ろうかなっていうふうに思ってたんですよ当初は。でその考えっていうのは今もあんまり変わってはいないんですけど、ここ自体はねすごく静かですし、おそらくうちのキャンプ場の中では最もね静かな場所になってくるとは思うんですけども、まあ、いかんせんね逆に言えばキャンプ場の中で最もトイレ等とかから遠いので、その辺ねどうかなっていう風に思ったんですよね。あともう一つ気になったのが、まあサロングループの方でも話題に上がったんですけども、まあ、バイクをねやっぱり砂利の駐車場とかに止めるのがちょっと怖いよっていうような話もありまして、ここの周りってねやっぱこう通路が入っているんですよ。だからある意味で言えばこの通路をねそのままバイクを止めるようなスペースだけわずかに残しておいて、逆に言うとこんなに広くある必要はないんですよね。だからちょっとこう人一人が、まあ、バイク1台が止まれるぐらいの溝をこういう風にバイク駐車スペースとして残しつつ、でこっち側ねフェンス沿いに関してはグランピング構想と同じような感じで埋め立ててしまって、でさら地を作っていく。そうするとこの辺がねかなり多分4サイト5サイトぐらいかな、こっち側のスペースまで合わせると5、6サイトを作ろうと思えばね作れちゃうんですよね、バイク専用サイトがね。まあソロサイトっていう扱いでもいいとは思うんですけど、まあ別にソロサイトっていうのを、まあ、1箇所にまとめる必要はないかなっていうふうにも思ってますんで、まあ向こう側に 1、2 サイトを作ってみる。まあ今日やりながら考えているところではありますので、向こう側に関してはまあ1サイトねとりあえずソロサイトを完成させてしまおうかなというふうにね思っているんですけれども、まあアクセスがいいソロサイトだね。まあ将来的にはこのスペースにもテントのグランピングサイトとかっていうのがまあ出来上がってくるんでしょうけども、実際にね作業をやっていくうちにね結構いろいろなことに気づいてくるんですよね。というわけで、次回の作業はですね、こちらのソロサイトをまあ完成させましょうということで、最終的なね、見てくれと地面の状態整えていきたいなというふうに思います。もしバイクサイトとして運用するのであれば、そこね今工具が置いてあるところにバイク止められたり、まあ、真上駐車場なんで真上でもいいと思うんですけど、まあ、ハイシーズン時とかいっぱいになっちゃうときはねこの辺の坂を下ってきてもらって、ここに停車して荷下ろしをすると、まあいいよね、かなり使い勝手は良さそうだと思います。まだねあんまり考えがまとまっていないんですけれども、まあ、次回の作業でとりあえず1サイトねソロサイトを完了させていきたいと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場から通知設定も入手しておいてください。あと合わせましてこちらですね、ほい、Twitter、Instagram、YouJack の公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて見に来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。すげえ気になったんですけど、めちゃくちゃでかいカナヘビ、トカゲですね。トカゲがいるんでね。しかも超太ってる。串焼きにしたらうまそうな。ディスカバリーチャンネルだったら喜んで食いしそうな生物ですね。